イクティウス・キリスト教のシンボル初期のシータ・シグマと太陽車輪、エペソ。三世紀初頭イクトゥスはコーナス2本の線を交差させて魚を横から見た形に描いたシンボルである。初期のキリスト教徒が隠れシンボルとして用いた。英語では、イクサスのほか、ジーザス・フィッシュやクリスチャン・フィッシュとも呼ばれている。イクティウスはギリシャ語で、魚という意味を持つが、 同時に、シグマオミクロンシグマシグマ、オミクロンシグマシータオミクロン、オミクロンシグマシグマオームの頭文字を並べたものでもある。ミラノ直例以前のキリスト教徒は、迫害や処刑される恐れがあったため、信仰を公にできなかった。そのため、隠れシンボルとして、次のように用いられたと言われる。まず、一人の人間が、明らかにランダムな直線や曲線を砂の上に描き、 その線のうち一本を円弧にする。もし、もう一人が地面に線を何本か描き足す中でイクティスの形を完成させれば、二人はお互いがキリスト教徒であると確認できた。また、キリスト教はユダヤ教の流れを組む宗教であるため、当初は偶像崇拝を禁止していた。そのため、三から五世紀頃の初期キリスト教美術では、 イエスやその神徒を表す場合には魚や羊などの動物に置き換えて描かれた。イエスやその神徒を魚で表すようになった経緯を直接確認できる文献はないが、イクテュスは聖書の偶話に由来するという説もある。十二使徒の中で、ペテロ、アンデレ、ゼベダイノコ、ヤコブ、ヨハネの四人が元漁師であり、聖書には魚にまつわる話が多い。スクーターの後部、 ドイツ北部にて。現代では主に欧米諸国において、車のバンパーステッカー、T シャツ、バッジ、ネックレスなどのアクセサリーや小物にデザインされたり、個人商店や中小企業のロゴ、パンフレット、宣伝、求人広告などに添付され、キリスト教徒であることやキリスト教理念に基づくビジネスであることを公言している。Wikipedia 各国版のユーザーボックスなどでも十字架に ついで多く使用されているキリスト教シンボルである。元来は日本戦で描いた形だけだったが、型の中に十字架、シータ・シュグマやジーザスなどが書かれたバリエーションが生まれている。アスキーアートでは、いや、いや、と表現される。車やオートバイにつけるイクテュスと並び、ナンバープレートも現代人らしい信仰表現の手段である。例えば添付画像に見られる。 ナンバープレートの PS23 は、キリスト教徒の間で広く知られている、旧約聖書の詩編23三ンの略である。キリスト教徒を揶揄するバッジや、バンパーステッカーも、多く作られた。最も有名なものは、ダーウィン・フィッシュであろう。不況熱心な福音派の保守一派である、キリスト教根本主義者が、創造論を信じていることから、それに対抗して作られ、イクティウスに、 足が2本生えた形の中に、ダーウィンあるいはエボリューションと書かれている。キリスト教徒には進化論者も多いため、イクテュスは創造論のシンボルではない。ダーウィン・フィッシュは進化論論争においてアンチ創造論を象徴するシンボルではあるが、必ずしも、いや、キリスト教と同等ではない。また、インテリジェントデザイン説を皮肉ったパロディカルと宗教。 空飛ぶスパゲッティモンスター卿のシンボルマークもイクティウスのパロディである。ありがとうございます。